さあ、では始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、まあリクエストの多かった英検準1級の面接対策について話していこうかなと思いますね。2級やね、準2級に関しての動画はすでに出ていますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それじゃあね、準1級について流れに沿いながらね、どういった形でやっていくのかっていうのを説明したいと思います。まあこれを見てる人は一次試験を受かった人が多いと思うんですが、まあね、二次試験の対策をきちんとしておかなきゃいけないですから、きちんと知っておきましょう。まずですね、入るわけですね。まあまあ、コンコンとかですね、これいつも言うんですけど、目合い仮眠とかどうでもいいですから、そんなのね、Hello とかって入ってきゃいいだけですので、そこは全然気にしないでください。面接官に、カードを渡します。それで、座ればいいです。これもね、わざわざ待ってる必要なんかないですからですね、Please sit down とか言われるまでね、ずっと突っ立ってる人がいるらしいですけども、全然構わないです。さっさと座っちゃってください。で、そこから名前と級の確認が行われるんです。まず、試験官が、My name is 何々っていう。May I have your name please という形で名前を通ってきますので、で、あなたが名前を言います。で、そうすると、This is a grade pre-1 test, OK? っていう形で、級の確認をします。で、まあ、OK とかって言って、ここから会話が始まります。ただ、会話はあるんですけど、採点は別にされませんので、全然緊張する必要はないです。もう適当にね、リラックスして話せばいいです。どうせね、どうやって来たのとかね、電車で来たとかって、そういうやつなんで、緊張する必要は全然ありません。昔は他の級にもあったんですよ。2級とか準2級にもね。でも、今はありません。準2級とかっていうのはどうせハワイユーぐらいしか聞かれないんですよ。それに対して、準1級の方は、2、3問いろんなことが聞かれます。英検 CBT の場合はね、2級とか準2級にもそういうね、なんかカンバステーションがあるんですけど、まあそちらもどうせ採点されないですから、気にしなくて構いません。で、なんかね、OK, let's begin the test みたいな形で、テスト始めるよって言われてから、いよいよテスト開始です。まずカードを受け取るわけですが、そうすると4コマ漫画の描写になるわけです。この4コマ漫画の描写ですね、非常に苦手ですよね。多くの人ができません。なんで、解き方っていうのをきちんと知っておく必要があると思います。で、まずね、カードにね、書いてあるんですよ。どういう状況なのか。まあ、1分間準備時間が与えられるんですけど、そこにね、カードに This is a story about なんとかっていう風に、これは何々についての話ですって書いてあるので、ここね、読まないでもう絵にバッといっちゃう人がすごく多いんですけど、ここ読んどくと一体どういう状況なのかっていうのがわかります。まずね。で、最初のセンテンスはもう決まってるんですよ。Your story should begin with the following sentence っていう形で、最初の一文が書いてありますから、その最初の一文を使って喋り始めるんです。まあ別に喋り始めなくても減点はされないと思いますが、ね、そこの最初の一文で、あ、こういう状況なんだな。そうです。二文書いてくれてるわけですね。このストーリーはこれについてですっていうのと、そして一文目の状況説明が加わってますので、それでわかるんです。その後で絵を見ればすごくよくわかるので、ここ忘れないでください。で、2級の場合は必ずここを描写ポイントとして捉えなきゃいけないっていうのがもう決まってるんですね。1コマ目に1つ喋って、2コマ目、3コマ目に2つポイントを喋るって決まってますが、11級はそんな風にはできていません。まあ、大体2つか3つ1コマに対してポイントはあるんですが、なるべく多めに喋りましょう。なんで、なるべく1コマに対して3分ずつぐらい言っとけば、まあ、ポイントを失うことはないかなって思ってください。2級とちょっと違うのは、2級はですね、そこまでなんかストーリーの関連性っていうのがないことが結構あるんですよ。ゆるーく繋がってるんですが、11級はきちんとストーリーになってますんで、きちんとそのロジックを考えてください。どういう風に繋がってるのか、それぞれのコマがあっていうストーリー展開を考えてください。まあ、ビジネスの場面が多いんですけどね、1コマ目でこういう問題があるとか、こうした方がいいみたいなんですね。提起がされて、それに対して2コマ目でこういう解決策がありますよみたいなのが提示されます。で、3コマ目で、あ、この解決策うまくいってるぜとかっていうのになって、4コマ目で新たな問題が発生するみたいな感じになるのが一番多いパターンですね。絶対ではないですよ。先ほど3コマ目で大体成功してるっていう場面があるんですけど、その3コマ目からもう成功してない場面が映ってる時とかもあるので、絶対とは言えませんが、十分な量の情報があって一貫しているよっていうのを見せてあげないといけません。これがとっても大事です。プラスして、ここで、今までですね、準2や2級っていうのには音読問題があって、そこで、プロナンシエーションですね、発音、イントネーションとかね、それを見てたわけですよ。でも、準1級の場合は、そこも、この、
絵の描写で見てきますので、なので発音とかイントネーションに関しても気をつけなきゃいけません。そして vocabulary and grammar という形で語彙とか文法っていうのもここで見せないといけません。なのですごい簡単な語彙ばっかりでっていうのはちょっと困るかなって思います。まあそもそもね、そんな簡単な語彙ばっかりで描写できるようにはあまりできていないので、まあ、ちょこっとレベルの高い表現使う必要があるかなと思いますね。そして文法なんですが、気をつけなきゃいけないのは時制ですね。これ2級と同じで過去形、過去進行形を使ってください。なんで動作が出てきていたら、でそれの過去進行形 was doing とか were doing っていう形でやらないとだいぶ大きく減点されてしまいます。なんたってすごく点数が高いんですよ、このパート。内容のポイント、発音のポイント、そしてグラマーボキャブラリーのポイント、5点5点5点で15点もありますからね。非常に大きいので絶対にここで落とさないで、表現として誰かが喋ったり思ったりすることがほとんどなので、思うとか言うっていう表現ですね、それらを使えるように訓練しておくことがとっても大事になります。あとはコマが変わる時の印ですね。左上のところに書いてあるんですよ、この時間表現とかが書いてあるので、そこの時間表現を読んであげてください。そうすると面接してる人、採点してるっていうのは、あ、これ次のコマに進んだんだなっていうのが分かりますから。なのでここっていうのは非常に使えるポイントです。あなたがですね、情報量足らない時とかあるわけですが、その時に試験官は、あなたは次のコマに進んだんですねっていうのが分かるわけです。ただし訓練する時に、そうたくさん言えばいいって言うんですけど、2分しかないの でしかも時計とか見れないわけですよ。なので感覚をつかんでおくことが大事です。あ、ダメだ、もう出てこない、なんて言ったか分かんないってだったら、そのコマの左上に書いてあるところを読んで次のコマに進んでください。一コマに対して何も描写できないとかってなっちゃうとすごく低い点になってしまいますので、進むっていうのを忘れないでくださいね。 Q&A に次進みますね。 Q&A の1個目っていうのは写真の4つ目のコマに対する質問です。 Please look at the fourth picture if you are 誰々、もしあなたが誰々さんだったら What would you be thinking? どういうふうに思ってますかっていうやつです。仮定法の力を一応は問う、その準1級のところでは仮定法が使えるっていうのが大きな、まあ、ポイントというかになってるので、 I'll be thinking っていうので答えてやってください。でただしここだけなんですよ。 I'll be thinking でそこだけ仮定法が使われてればいいので、その後ろ思ってる内容はそのまま直接法で書けばいいので、そんなに困ることはありません。これで仮定法が使えるっていうことにはならんだろうってすごい思うんですけど、そこだけでいいんです。ここからが要注意で、英検準1級っていうのはですね、量が大事なんですよ。3つの文を入れてるかっていうのが重要になってくるんですよ。失敗したのが4コマ目になってるのがほとんどなんで、ああこうやってやってればよかったなとかって1文だけで答えたら、それも全然点にならないわけですね。やらなければよかったな、そうじゃなくて代わりにこうしてればよかったな、これじゃダメなんですよ。これじゃ2文ですからね。こうすればよかった、こうすべきだとか言って、ああでもこうこうこうだからよかったなとかですね、とにかく文を足す。ここからいよいよ質疑応答になりますね。 Do you think 何々ですね、こうだと思いますかっていうやつとか、 Should 何々ですね、 Should the Japanese government なんとかですね、日本の政府はこうした方がいいですかとか、こういう質問が基本的にはほとんどです。ここでも大事なのが、まあ、Yes, No で答えるわけですが、その後に3文必要です。準2級や2級が2文だったのに対して、英検準1級は3文必要ですから、理由1、2、3とかですね、3つ言わなきゃいけない、非常に大変ですね。理由1に対して具体例言うとか、理由2言うとかですね、こういうふうになんとか参考になれるように頑張ってください。理由具体例、理由具体例とかですね、そうやってやればもう4分なので確実に、ね、もう満点取れるんですが、ね、パターンはいっぱいあるわけで、こうこうこうって言って大きな理由を言って、でさらにその理由はみたいな、ちっちゃい理由みたいな感じでつながることもあるでしょうし、こうこうこうですよ、だからこうこうこうですよねみたいな、 therefore とかでつないでね、続けることだってできるわけで、様々なパターンが考えられます。とにかく量が大事だっていうのを忘れないでください。で、気をつけなきゃいけないのは、自分の経験だけで答えないっていうのがすごく大事です。で、ペットを飼うべきだと思いますかっていうのに対して、ノーって言って、私がペットは嫌いだからですみたいなんですね。自分のことに関して答えちゃってますね。これ、ダメです。具体例として自分のことを入れるんだったらいいんですけど、理由として自分の経験とか自分の好みっていうのを入れちゃいけないです。で、ペットを飼うべきだとは思いませんとかって言った時に、で、なぜなら、アレルギーがある人は結構いるからです日本ではとかって言って、で具体例として、例えば私はとかですね、私の友達、私の家族はこうこうこうですみたいな具体例を入れるんだったらありです。
最後ね、態度点っていうのがつくわけですが、まあ、アティチュードとかって言われるやつですが、コミュニケーションを取ろうとする態度を取ってるので、無言になってるとかじゃなければ大丈夫だと思うんですよ。で、聞き返しですね。Sorry とか、Can you say that again? とかですね。I beg your pardon? なんていう人もいますけど、そういうふうにもう一回言ってくれませんかっていうことなんですけど、一回聞き直しは OK っていうふうに一応なってるわけで、で、この一回の聞き直しがどういうことか分かんないって質問がいっぱい来てたので、12級のやつにね。一回の聞き直しっていうのは全体で一回じゃないですよ。4問あって、それぞれに一回聞き直し、一回聞き直し、一回聞き直し、一回聞き直しっていう形で4回聞き直しても減点はされません。それぞれのところに2回聞き直したら減点されちゃいます。3回したら多分先に進んじゃうと思いますよ。次の質問に、あ、この人分かってないんだなって言って進まれちゃいますので、3回も聞き直さないようにしてくださいね。まあ、まずは過去も見てみてください。まあ、確かにパターンは増えてますね、昔に比べて。やっぱりビジネスチックなものがすごく多かったんですが、ビジネスだけじゃなくて、やっぱ高校生たちもすごく受けるようになってますね。入試にも採用されてますから。だからこの4コマの場面がちょっと広くなったというか、さまざまなものが出題されるようになってますんで、まあ対策っていうのが必要かなと思います。ただそれでもやっぱりそっくりなものは出てきますんで、きちんと見ておいてください。トピックですね。さまざまなトピックが出題されますが、まあ過去問見て、あ、こういうトピックが問われるんだっていうふうにチェックしておく、ね、ライティングのトピック見てですね、チェックしておくなんていうのもありだと思います。で、まあ、準1のものだけじゃなくてね、2級のも見ておくとか、現1級のも見ておく、様々なね、社会問題っていうものに触れてください。こんな形でですね、準1級の面接対策について話してみました。ぜひですね、これを参考にして、参考にしてですね、無事合格点を取って合格していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.